ドローンなどの技術を駆使して山間部の農業を楽にしようというプロジェクトが進んでいます。空から大根の成長具合まで分かります。浜松市の山間部、春野町の大根畑でドローンが飛び立ちました。今日行われたのはスモールスマート農業実証プロジェクトのデモンストレーションです。ドローンが液体肥料に見立てた水を散布する様子をプロジェクトの関係者が見守りました。すごいですね、かっこいいですね。中山間地の農業はもうこういったものにかかってると思うんで。ドローンには他にこんなことができます。この下の台の部分だけ取り替えてもらえれば、こちらにあのカメラがあるんですけれども、このカメラを取り付けて上空から写真を撮ることも可能です。このカメラは光を波長ごとに分解した特殊な写真を撮影でき、そのデータを専用のソフトで解析すると大根の葉の色から成長の具合を一度に把握できます。オレンジ色の部分の大根がよく育っていることを示しています。中山間地の農地は平地に比べるとまとまった面積がなく、各地に点在しています。形がいびつな場合もあり、何かと手間がかかるということです。高齢化が進んでるっていうのと、あと後継者がどんどんいなくなってるっていうところで、本当にあの畑が荒れてる状態がかなり増えてきてる。斜面傾斜のところもかなり多いっていうのは、やっぱり大型機械が導入できないっていうのは不利な点ではありますね。スモールスマート農業はスモールな農地でも使いやすいスマートに機械化した農業です。リモコン草刈り機、自動運転のトラクター、動物が近づくと撮影する電気柵の開発など、浜松市のプロジェクトには行政、農家、JA、機械メーカーなどが参加しています。再来年度ですね、そこまでに今回スマート農機を使って実際に中山間地で利益が出せるかどうか、それを確認したいというふうに思っています。コンパクトな機械と高度な情報処理が山里の農業を支える時代はすぐそこまで来ています。